沖縄本島、沖縄本島、または沖縄島は沖縄県を構成する160の島の中で最大の島であり、また東、シナ海と太平洋、フィリピン海の間に位置する南西諸島においても大の島である。沖縄県の政治、経済の中心となる島で、同県の41市町村のうち県庁所在地の那覇市を含む26の市町村がある。 また、県の人口約145万人のうち、およそ9割にあたる、約129万人の人口を有している。沖縄振興開発特別措置法によると、沖縄本島は、本土とみなされ、沖縄本島と加強する島々は、法律上では指定離島とならない。ただし、沖縄では、一般的に、漠然と、本州を、本土と呼んだり、あるいは、 沖縄県を除く四十六都道府県のことを本土と呼ぶ場合もある。また、沖縄方言と国神方言の内縄内な中ち内な中は、本来沖縄本島及びその出身者を指す言葉だが、明治期の沖縄県設置後に沖縄県全域及びその出身者を示すようになってた。沖縄島は沖縄県の首島という意味で、沖縄本島、または単に、 本島と呼ばれるが、これは、人文、社会的概念によって、離島を意識した故障である。国土地理院及び、海上保安庁海洋情報部では、沖縄島と統一して使用している。沖縄方言では、内側の他に、時事とも呼ばれる。時事とは、漢字で、地下と書き、離り、離島の体となる言葉である。沖縄県の北東端部に位置する島である。 日本の島の中では、本州、北海道、九州、四国、エトルフ島、クナシリ島に次ぐ大きさで、主要4島と北方領土を除いた日本の島の中では最大の島である。面積は 1206.98km、周囲 476km、また、本島の直線距離は南北端で約 106.6km である。 沖縄変換されて以降、埋め立てが盛んで1000ヘクタール以上が埋め立てられた。北部は火星岩が中心で、島内最高峰の夜中岳を、はじめ、八重岳、名古岳など400メートル程度の低山が続く。やや大きな河川があるのも、北部の特徴であり、平地は、ごく少ない。酸性の土壌が分布しているため、パイナップルの栽培が行われている。 また北部は、ヤンバルと呼ばれ、今日儀には、沖縄本島北部の国神村、大儀見村、東村に広がる森林間は、国神村、大儀見村、東村の地域自体を指し、後儀には、沖縄本島北部に広がる森林、または、沖縄本島北部地域自体を指す。本部半島は、石灰岩層が分布しており、熱帯地域に見られる塩水カルストが発達している。また、 本部半島は石灰岩を産出しているため大規模な採石場とセメント工場が立地している。農業ではアセロラの産地として知られている。中南部は主として琉球石灰岩層と低岩から構成されている。地形は平坦で100メートルを超える丘陵地はほとんどなく、また河川が非常に少ない。侵食されやすい石灰岩の南部には カルスト地形が発達し、亜熱帯であるので侵食が早く、ドリーネやウバーレが多い。多くの小入道があり、那覇の南東の南上下巻の全長5トル、一般公開部分8 9ルの玉泉道が最も有名である。最北端はヘド岬で、鹿児島県に属する与論島とは2 2トルしか離れていない。最南端は荒崎であるが、一般には 紀安岬が、沖縄本島は、基本的に、琉球王国成立以前の小国である、北山、中山、南山に由来する北部、中部、南部、国神、中神、島尻の三つの地域に区分される。また、都市圏のつながりから中部と南部はひとまとめに、中南部と区分することが多い。その他、 交通などの視点から、那覇市より北を中北部と称することもある。国上地区、または、ヤンバルとも、面積7 6 4キロメートル、人口約12万人、豊かな自然が残る。中上地区とも、面積2 8 0キロメートル、人口約59万人、最も米軍施設が集中する地区である。浦添市は、 南部広域市町村県事務組合、西原町、中城村、北中城村は、南部広域行政組合に所属するな、南部市町村とのつながりも強い。島尻地区とも、面積1 9 8キロメートル、人口約54万人、県と那覇市を有する。単に、南部という場合は、那覇市以外の市や町を示すことが多い。中南部都市圏とは、 那覇市を主な中心都市、沖縄市を副次的な中心とすると試験である。面積約4 7 8キロメートル、県土面積の5分の1に約116万人、県人口の8割が暮らす。中部とは沖縄市を、南部とは那覇市を中心とした地域だが、那覇市の求心力は中部にまで及ぶ一方、沖縄市の求心力は中部全体に及んでいない。 その上、中部、南部は面積が全国平均をはるかに下回る小規模多数の市町村からなり、両地区を合わせても面積が北部に及ばないため、ひとまとめに中南部と区分することが多い。ちなみに、中南部の各市町村の面積を比較すると、最大のうるま市でも 86.01km で、それ以外の市町村の面積はすべて 50km 未満である。 中南部都市圏の人口密度は、政令指定都市である北九州市をしのぐ面積は、本島中南部の方が、やや小さく、人口は、約98万人の北九州市に比べて16万人ほど、多いほど、地方都市周辺としては、非常に高い。なお、那覇市や浦添市、宜野湾市などの近隣自治体に限っては3、大都市圏並みの人口密度を誇る。 那覇都市圏も参照。その上、2003年に沖縄都市モノレール、ユイレールが開通するまで軌道傾向橋、交通機関が存在しなかった。ただし、戦前には複数の鉄道、軌道は存在していた。沖縄県の鉄道を参照。ため、本土より自動車への依存度が高く、強度の車社会により、中南部の道路は慢性的に渋滞意味である。 しかし歴史的、地理的背景が異なるため、経済、産業の規模は、人口規模より小さい。なお、中南部の電話市外局番は098で、統一されている、那覇 MA、国神郡恩納村、木野座村、金町と、周辺離島の久米島町、渡河敷村、ザマミ村、アグニ村、トナキ村も含む。つまり、本島中部、本島南部、ケラマ、アグニ諸島、 久米島、女、金畜が該当。0988、0989X、0989XX に分かれていた市外局番が1990年に桁ずらしにより統一された。これらの地域では広告、テレビラジオの CM も含むやお知らせ等で電話番号を紹介するとき市外局番の098を省略する場合が多い。 沖縄県内の固定電話の加入世帯の大半がこのエリアであるの、後の市外局番が実質0980のみであるため、北部は沖縄県全面積の約3分の1でヤンバルと呼ばれる森林が広がっている地域である。森林の型としては、商用樹林であり、高木の主体はイタジーである。ノグチゲラ、ヤンバルクイナ、ヤンバルテナガコガネなどの固有種が、 数多く生息している。その中でも、本部半島は、石灰岩地帯が多く、やや独特の生物種を持つ。中南部の隆起山五礁の上には、椅子の木や赤木などを構成要素とする森林があり、より熱帯的な要素が強い。ただし、第二次世界大戦による破壊と、その後の人為的格乱が大きいため、よく保存されている森林は少ない。 海岸線はサンゴ礁に囲まれるが、その発達は島の南北でも異なる。北部ではサンゴ礁はほとんど海岸に密着して存在するが、中部以南では沖に発達してその内側にラグーンが形成される。ただしサンゴそのものは死滅率の高い地域が多く、生きたサンゴが一面にあるようなところは少ない。これは種として赤土流出などの自然破壊によると言われる。 ラムサール条約登録湿地である、マンコや渡り鳥のトライ地として知られる、合わせ干潟、ジュゴンが生息する、ヘノコウキ、ゲサシワンのマングローブ林など、貴重な遠征湿地、モバ、旋海域も存在する。これらの中には開発計画が持ち上がっているものもある。なお、日本の環境省が指定する日本の重要湿地500のうち、54カ所が沖縄県内にある。 そのうち21カ所は沖縄本島内またはその周辺海域にある。これは北海道61カ所に次いで全国で2番目に多い。沖縄本島の気候は亜熱帯、欠片の気候区分では温暖湿潤気候で夏は台風銀座と呼ばれるほど台風の通過数または接近数が非常に多い。しかし冬は 霜や氷が観測されたことはない。ごく稀にあられが降るのみである。とはいえ、それなりに寒くはなる。最低気温は約摂氏9度で、また、冬は強い風も吹くため、中にはこたつを使う住民もいる。5月頃に梅雨入りをし、6月後半には梅雨明けする。夏の最高気温は32摂氏33度程度で、摂氏35度を超える猛暑日になることは、 ほとんどなく、本州、東北を除くよりも低い。これは、沖縄本島は、陸地面積が狭く、周りを海に囲まれていて、また、東京や大阪のような大都市がなく、ヒートアイランド現象が起こらないためである。天気予報で、沖縄本島地方を指すときは、沖縄本島だけでなく、本島周辺の離島、本島から1 0 0トル以内も含まれる。 1985年に、これまで1地域だったのが、本島中南部、本島北部、久米島、現在の一時細分区域に3地域に分かれたが、予報は3つとも同じ予報であることが多く、電話、177による、天気予報では3地域別々ではなく、098から177のみであるため、3つとも同じ予報であるときは、いちいち3地域に分けずにまとめて1回で発表する。 ことが多い。3地域別々の場合、それぞれ地域ごとに発表する。さらに2002年には注意報、警報を発表する際に二次細分区域として、本島中南部は、南部、中部、ケラマ、アグニ諸島の3地区、本島北部は、女、金、名護、国神、伊平、屋、伊勢名の4地区に分かれた、久米島は細分化なし。中アグニ村は二次細分化区域が新設されるまで、 本島北部のエリアだった、電気予報のみ。沖縄島には河川が少なく、特に人口の集中する中南部で少ない。降水量は少なくないが、河川が小規模なために蓄積されず、そのほとんどは海に流出してしまい、そのため古くから水不足に悩まされることが多かった。梅雨が早い分、夏の台風に頼る面もある。 現在でも多くの住宅の屋根の上に貯水タンクが設置されており、断水に備えて生活用水を蓄えている。なお、北部の河川のほとんどすべてにダムが作られている。これによって断水は少なくなったが、自然保護の観点からは様々な問題が指摘される。豊かな自然が残り、リゾート観光が盛んな地区である。中小の都市が集まっている。米軍基地が多く。 アメリカ的文化の発信地でもある。県と那覇、古と首里、南部戦績などを有し、文化、史跡観光の中心地区であり、修学旅行の目的地とされることも多い。沖縄本島は、米軍戦略上、日本国防上からも、極めて重要であると位置づけられている。沖縄本島には28の米軍施設があり、島の面積の約20%を占める。 特に中部に集中しており、中部10市町村のうち8市町村が施設を抱える。海兵隊普天間飛行場は、中南部都市圏の中心に位置し、交通の要衝である、宜野湾市の中心部を占めている。2015年1月現在において、沖縄本島と河橋、または海中道路で接続された島を以下の表に挙げる。沖縄本島内各地を結ぶ路線バスが、 以下の事業者により運行されている。名護市以南のすべての市町村に、那覇市中心部とを結ぶバス路線が通り、名護市以北のすべての市町村に、名護市中心部とを結ぶス路線がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。